皆さんこんにちは。アップバンクストアの仕入れ担当のバイヤーでございます。そしてはい、アップバンクストアのみかりたんです。はい、お店の人ですね。はい、はい、というわけで、今日はですね、なんていうのかな、夏なんで、はい、旅行の時とかですね、もうぜひ皆さんにおすすめしたいなっていうグッズを持ってきました。はい、じゃあ見てください。何ですか？ちょっとパッケージだけよくわかんない、これなんかね、妙なパッケージになってるんですけど、えーってなるやつですよなんこれっていう、なんこれってやつなんですけど、中身はね、すごいっすよ。ハイテク系。中身はこんな感じ。これ、モノポッドっていう製品なんですね。はい、モノポッド、日本語だと一脚って言ったりもします、うんうん。この伸びる棒の先にカメラとか iPhone を取り付けて、はい、撮影をすると。自分で手を伸ばしてこうやって撮影をすると、うん、腕の長さに限りがあるの で、 そうです、ね、入る範囲が狭くなっちゃうんですよね、うん。こう例えば後ろの風景と一緒にこう自分を撮りたいなとか思っても、はい、ちょっとなかなかこうすごいしんどくて、顔がこうこういうなんか変な顔になっちゃったりとかするんですけどそういった時にこの製品を使えば大丈夫と、はい。しかもこのモノポッドにはスマートフォン用のホルダーが付いているので、iPhone や Android を簡単に装着して撮影を楽しむことができるという製品なんですね。すごい。早速も実際に使ってみましょう。はい、こんな感じで折りたたみ傘みたいに伸び縮みします。めっちゃ伸びるんですか？ですね。全開にしてみると、あ、すごい。ちょっと危ないですね。危ないこれくらい、両手を広げた長さにはいかないぐらいですね。なんでどれくらいだろう、1メーターぐらい伸びてるのかなと思いますけど、最大、102センチ、最小、25センチって書いてあります。で、この先端にカメラとか iPhone を取り付けるわけですね。で、これがそのスタンド。こんな感じで、幅を変えたりとか、ここにこうガチッとねバネが入っていて挟めるので、このサイズに合うスマホならパチッとはめることができます。これでちょっと便利だなと思ったのは、ここに取り付けるときにこの下にあるダイヤルをくるくるって回すだけで、はい、入っていくので、上をぐるぐる回さなくていいんですよ。下をくるくるってやるだけでいいので、上をくるくる回すとポロってこう落ちてしまうことがたまにありますね。なんですよね、私なんか回さなくても落ちますからね。なんでですか？はい、こんな感じで、ホルダーが取り付け完了と、はい。で、その上に iPhone ですね。これなんか最近あれですよね、海外とかでもセルフィーって言って自分撮りがすごい流行ってるみたいなんで、もうね、有名人から普通の人までみんなやってるらしいですけど、セルフィーですね。セルフシャッターとかと同じ意味です。あ、なるほど。セルフィー中のバイヤーです。セルフィー中で、これね、角度も変えられるんで、あー、ね、めっちゃいい。本当に自分好きな方はって言って違うかでね、あとねそうそう、このカメラっていうかこのモノポッドですね、すごい機能が一つ隠されていてですね、はい、なんとこの柄の部分にシャッターボタンがついてるんですよ。なんと、えで、Bluetooth で iPhone とか、まあ、手持ちのカメラ、スマートフォンですね、はいはいはい、ペアリングをするとシャッターがここで切れるんですよ。だってほら、この先にやるとこうやって撮るの大変だし、はい、セルフタイマーにするとなんかこうタイミングが狂って、こうなんかこう目つぶった状態とかでこうこんな感じでこうシャッター切れることあるじゃないですか。ありますありますね。で、これだとこの手元のボタンでシャッターが切れるんで、そういう心配がないんですね。で、私も実際にこの iPhone、ペアリングしてあるんで、やってみますと、こんな感じで手元のこのボタンを押すと、シャッターが切れるんですよ。すごくないですか？というわけで実際に使ってみましょう。ちょっとね、重さ気になるんですよ。あ、じゃあもう持ってみてください。いいですか？はい、めっちゃ軽い、ね、全然これだったらリュックのとことかカバンの中に入れて刺せる旅行の時に持ち歩いても全然大丈夫なんです。マジっすか？なんかちょっと重たいんかなとか思ってたんですけど、いやいや軽い、全然女性余裕ですね。あ、117g って書いてある。あ、もうほとんどね、 117g だったらスマートフォンプラス1台分ぐらいのもんですよ。1円玉117枚。すごい分かりづらい、逆に分かりづらいじゃあちょっと早速なんで、はい、このね、アップバンクから新宿のビルを背景にちょっと見かれた、セルフィーを楽しんでみてください。え、ちょっと待ってください。自分撮りしてみてください。自分撮りができないんですけど。めっちゃ君が、あ、じゃあ僕先にやりましょうか。ですね、どういうことですか？え、自分撮り回るんですかそれ？回るって？よくわかんないけど私のターン。そうそう、もちろんそれはありますよ。いやだ。あ、でも意外とビル街映すの難しい。あ、これ角度とかなんかね、決め替えがありますね。あー、いいですね。わー、ビル街をバックに撮れた。すごい、もう楽ちんですよ。これはもうこのね、距離感を見ていただければわかるんですけど、明らかにね、自分の手持ちで撮った時には映らない感じですね。あー、確かに誰かに撮ってもらった感の。
ちょっとさすがにでもあれかな、誰かに取ってもらったかが出づらかったんで、ちょっともう一回真面目にやります。はい、めっちゃ笑顔取れたあ、いい感じいい感じ、ほらこれ、これいいな、僕お気に入りの一枚ですよ、ちょっとこんな感じの写真が。なるほど。うわ、これは面白いな、ちょっとやっぱり。いやいや、じゃあちょっと待ってください、縦位置もできるのかな、あれです、なんか2人で旅に出て、あ、そう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 、撮ってもらう人がいないから使うもんでしょう。ちょっとじゃあ撮ってみましょうか、ビールを拝見。はい、だから私一人は嫌だ。こんな感じで、あ、なんかぽいぽいぽい、ほらほら、ちょっと端っこに収めたりとかして、イエーイ新宿とかとかとか、かぶりましたね、新宿って新宿かぶった。ほら見てください、記念撮影風ですよ。すごいね。あとはもう当然、あの、例えば運動会で前に人がたくさんいるとかっていう時に、はい、こう手を伸ばして、はい、上からねこうやって撮ったりとか。ああ、なるほど。あとはなんだろうな、自分が飼ってる猫ちゃんとかワンちゃんとかを同じ目線で撮りたい時に、今度逆にね、下でこうローアングルで同じ目線でガーッと追っかけたりとか、まあガブガブされるかもしれないけれども、まあっていう使い方もできたりとかね、あのシャッターがね手元で押せるんで、いろいろあの便利に使えると思います。なんかこう奥の方ライブとか、あ、まあまあまあ、そう、あの人ごみですよ ね、突き抜けて撮れるんです、ね、便利ですね、便利。はい、というわけで、はい、まあ、そういったシチュエーションで、あの写真を撮りたいなとか動画を撮りたいなと思っている方、ぜひチェックしてみてください。ポイントはね、この手元でシャッターが押せるっていうところですよ。あの動画の再生のスタートとストップもこれでできます。あ、これ何ですか、ここ。あ、そうそう、ごめんなさい、これ説明忘れてたけど、この部分があの Bluetooth のオンオフをするスイッチと、あの中に、内蔵されている電池にマイクロ USB から充電するための端子、はい、これで、内蔵の部分に充電ができます。できます。ではバイヤーポイントお願いします。はい、こちらの製品のバイヤーポイントは、86バイヤー。お、いいですね。いいですよ、はい、もう用途がねバチッと決まりますから、うん、ね、はい、というわけで、こちらの製品のお値段などの詳細は、はい、ぜひアップワークストアでチェックしてみてください、はい、概要欄にリンクありますので、そちらをクリックしてどうぞどうぞ。バイヤー、ご視聴ありがとうございます。アップワークストアの仕入れ担当、バイヤーの盾でございます。このバイヤーチャンネル24では、アップワークストアで販売している iPhone や iPad、もしくはキャラクターグッズなどの面白いアイテムを、紹介しております。ぜひチャンネル登録をお願いします。 PC の方は、こちらのボタンから、スマートフォンの方は、動画の概要欄にある登録ボタンからぜひご登録をお願いします。バイヤー、バイヤー。